ということでね、あの、ジャニーズ事務所が話題ですけれども、そのジャニーズのタレントさん、アイドルさんたちが、なぜここまで人気があるのか。いろんな番組の MC やったりですね、いろんな大会のアンバサダーやったりとか、それから NHK の紅白歌合なんかでもね、ジャニーズ枠があって、 何個にも出てるって、なんでここまで人気あるのか、えー、我々わ脳科学、認知科学やってる人間もですね、えー、これはちょっと日本の現象として、これは無視できないということで、えー、買い目に、えー、こう、心がけてきました、改めをですね、そうしたらですね、分かったんですね、発表します、ジャニーズ事務所のタレントさんが、ここまで人気がある、その秘密はこちらです。<laughs> 単純接触効果、メアエクスポージャーエフェクトと言ってですね、これどういう意味かっていうと、ある刺激に何回も何回も触れているとですね、その刺激に対して好感度が上がってしまう。そして、えー、その好感度が上がった対象がですね、すごいんじゃないか、えー、魅力的なんじゃないかっていうふうに、まあ、ある種勘違いしてしまう。これが単純接触効果なんですね。えー、ジャニーズ事務所さんのタレントとかアイドルはですね、まあ 言うなれば、そんなに、自分たちでね、例えば歌、楽曲作ってるわけでもないわけですから、すごい才能があるわけでもないし、それからパフォーマンスもそんなにすごいわけでもないし、それからよーく見るとですね、ジャニーズ事務所さんのタレントさんっていうのは、まあ可愛いですよ。可愛いんですけど、そこまでものすごい美形だとか、そういうことでもかっこいいとかそういうことでもなくて、まあ、ごく普通の、そこら辺歩いてるお兄ちゃんたちなんですよね。まあ、あの手だったらそこら辺にいるかな、みたいな感じなんですけど、だけどなんでその、 タレントさんたちが人気が出るかというとこの単純接触効果、ですねこの単純接触効果つまりテレビなどのメディアを通してですねもう何かも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 見てるうちにあなんか好感度あるわとか,なんか、ね、あ親しみやすいわとかいうふうに思ってさらにその先になんかすごいからこんなにテレビ出てるんじゃないかしらとか,なんか魅力的なんじゃないかしらって脳が勘違いしていく。 これが単純接触効果ですねで。この単純接触効果を実現するためには、ジャニーズ事務所のご利用しが必要です。つまり、もともとそんなにすごい才能があったり、ものすごいパフォーマンスがあったりするわけじゃないんで、なんか無理やり,です、ね、やっぱり押し込まないと、メディアも出す理由がないわけですよね。だから、とにかくうちのタレント出してくださいとか、うちのアイドル出してくださいって、さらに言うならば、競合するアーティストを排除する。 なんかうちのボーイグループと被るような人を出したらオタクの局にはもう出しませんみたいなつまり単純接触効果で勘違いして好感度があって魅力的だと思っている視聴者がある程度一定数いるとですねいわゆる視聴率っていう数字では表面上高い数字が出るわけですねそうするとジャニーズタレントを出すと数字が取れるっていうそういうまあ勘違いが。 日本全体に蔓延して、そうするとこの単純接触化を通してですね、それがループでまたまた増えていって、とにかくなんかテレビにいつも出てると、ジャニーズの人が。ってことは、いつもテレビ出てるってことは、親しみがある。そして好感度が高い。そして魅力的だ。すごいに違いないっていうなんかその全体のその、まあ、偽金作りっていうか、その、まあ、そういう勘違いが回って回って、結局テレビが。 ジャニーズに支配されるってことになったんですけども。で、その時に欠かせないのが今申し上げたように、もともと取り立ててすごいところがない方々を単純接触効果で魅力度を増しているように思わせるためには、ご利用しが必要だった。それに対してメディアがまた忖度するっていう、日本的なですね、共同体社会のその同調圧力、共犯関係があったわけですね。で、このことによって困ったことが一つあって、それは何かっていうと、本当に実力のあるアーティスト、 つまりジャニーズのタレントさんたちはもともと普通の人たちなのにえその普通の人たちによってえメディアが支配されてしまっているのでその普通の人たちが出ていることによって本来はそこに出るはずだったもっとあの才能があってえユニークでパフォーマンスもすごくてそういうアーティストさんたちが出られなくなってしまったとこれがいわゆるジャニーズ砂漠と呼ばれるものですね。 えー、これは私が付け,けた名前なんですけどジャニーズ砂漠というのはつまりジャニーズのもともと取り立ててすごいところがない方々が単純接触効果でスターに祭り上げられてでその分、まあ、メディアに出ることができないでいるアーティストとかがいるだから今ですね日本にはたくさんユニークで素晴らしいアーティストたちがいるはずなんですですからこのジャニーズ砂漠に、まあ、今回ですねいろんなことがあってメディアの方々が後悔の涙を流すとこのデスバレーとかでですねずっと砂漠だと思ってたのが 雨が降るとですね何年にもう何十年に1回とか雨が降ると一斉に花が咲くっていう現象があるんですねだからジャニーズ砂漠も今他のアーティストたちに隠れちゃってるんですよ隠れちゃってるんですけども面はちゃんとあるんでこの単純接触効果の勘違いをですね乗り越えてそしてジャニーズ砂漠に後悔の雨が降ればたくさんのアーティストさんたちが出てくるだろうというそういうですね素晴らしい期待があるわけですねところでこの単純接触効果なんですけどこれもともとね あの例えば家族例えばお父さんお母さん、えー、兄弟親戚の方この方々に対して親しみの感情を持つってのはこれは大切なことですよね人間としてねですからあのいつも顔を合わせている人に対して親しみの感情を持つってことはこれ人間的に素晴らしいことなんですよ友達なんかもそうですよねあるいは会社の同僚とかですねサークルの仲間とか 最初はちょっと慣れなくても、だんだん単純な接触効果で、親しみを持って、好感度を増して、その人の魅力も伝わってくるっていうのは、とても人間らしい感情で、でそういうものを信じれる人っていのは、いい人ですよね。そうなんです。ジャニーズ事務所は、人間の,そのいい部分、えー、その人間らしい部分、そこにまあつけ込んだってことですね、簡単に言うとね。で、あたかもジャニーズのメンバーが、自分の家族、親戚であるような勘違いを、 日本人の間に巻き起こしてしてまったとでそれをまた皆様の NHK がですね国民的アイドルとかそういうまあよくわからない言葉の下で起用したってことですね。でもこのことで日本全体はもともとね恫喝力が強くて、まあ、批評性がなくってであの全体が家族みたいな幻想を抱きがちなんですが、えー、その結果何が起こったかというとまあアートとしてのクオリティの低下ですよね。つまり学芸界 ジャニーズのパフォーマンスは学芸会ってことがよく言われるんですけど学芸会ででも自自分分のの子供とか自分の親戚とかか親戚知り合いいが出たら面白いですよねつまりジャニーズのパフォーマンスがなぜテレビとかで成立していたかというとそんなにうまくもないし自分たちの作った楽曲でもないしものすごく才能があるわけでもないんだけど単純接触効果で自分たちの親しんでいる人たちが出ているというその学芸会効果ですね。 学、えー、芸会だったらそんなに踊りがうまくても上なくても歌がうまくなくても、えーまあ、聴けるかなと、えー、そういうふうな勘違いによってジャニーズの人気は支えられていたということですねですからジャニーズの人気っていうのはあまりにも日本的なあまりにも人間的なそしてあまりにもですねぬるま湯なものだったと思うんですけども、まあ、今回ですねこういうことがいろいろ報じられている中でもともとジャニーズ砂漠の下には たたくさんの優れたアーティストが眠ってるはずなんですよねなのでこのもうジャニーズいいじゃないですかもう十分我々もう僕はずっとそのなんていうんですかね、えー、単純接触効果とか、まあ、メカニズム分かってるってこともあるんだけどジャニーズのパフォーマンスとかジャニーズのタレントさんをいいと思ったことは一度もないんですね僕はいつも言いますけど今おっしゃったら、えー、ビリー・アイリッシュブルーノ・マーズファレル・ウィリアムズとかが好きなんですよね、えー、彼らが好きなら別に単純接触効果で好きなんじゃなくてすごい才能があってすごいパフォーマンスをして。 やっっぱり自分の個性ってことこを表現しててるから好きなんであって単純接触効果で好きになっているわけではないわけですね。ですから皆さんジャニーズが好きだと思っていた皆さん単純接触効果ですからそれね特にすごい才能があるわけでもすごいパフォーマンスがあるわけでも特にかっこいいねわけでもないごく普通のそこら辺の兄ちゃんたちですよなぜその人たちをスターだと思い込まされていたのか単純接触効果です。でも 単純接触効果でそういうふうに思ってたあなたはいい人なんですよ。ね、人間らしい人なんですよ。だってそういうものがあるから我々は、えー、家族だとか友人だとか仲間たちと仲良くして生きるわけですから。でもね、目が覚める時は来たんですよ。それは本当に人の心を感動させるアートとは違うから。それは学芸会だから。だから 学芸界を単純戦色効果でスターだと思い込まされてきたこの上げ底のジャニーズ事務所そしてその上げ底に付き合ってきた NHK をはじめとする日本のメディアは目が覚める時ですなぜならば我々日本人にはそんなに時間が残されてないからです国がこれだけ停滞してねエンターテインメントとかそういう分野もですね我々にとって重要な産業になってくるわけですジャニーズジャムリです今回のジャニーさんのことがある前からジャニーズジャムリです だって単純接触効果は日本以外には通用しないですからね。それからコマーシャルも単純接触効果の偽りの好感度を持って、あ、なんか自分の親戚が出てるとか、自分の家族が出てるっていうことで商品への好感度を上げようと、まあ、してきたんですけど、そもそもそんなタレントとかアイドルを使う まあコマーシャルってのは国際的に見ると日本だけですからねだから日本のコマーシャルはカンヌとかそういうとこに行くと賞が取れなくなってきてるそりゃそうですよだってジャニーズのタレントさんが出てるコマーシャル見て外国の人がありがたいと思いますか思わないですよねだって学芸会で単純接触効果で偽りの親しみ偽りの魅力偽りの家族だと思ってるから我々いいと思ってるわけですから僕は最初から騙されてないですけどもだからコマーシャルもねこの際そのジャニーズ事務所のタレントさんを起用するのやめるという話ではなく そもそもそういうタレントとかアイドルに頼ったコマーシャル作りやめましょうよ。もっと本物を思考しましょう。そして我々日本人はこういうジャニーズ砂漠に象徴されるようななんか偽りの人気とか偽りの魅力に騙されないでもっと本物を見ましょう。そしたらこの日本というジャニーズ砂漠今本当にもう見るべきものはないというふうに思い込んでしまって我々でも実は多様性があるその多様性の花をですね これから咲かせることができたら、今回のことも、実は我々にとってはいいことが起こるきっかけになるんではないかなと思います。以上、ジャニーズ事務所のタレントさんの人気の秘密は何かということをお話ししました。もう一度確認します。ジャニーズ事務所さんのタレントさんの人気は、単純接触効果、メアエクスポージャーエフェクト、それ以上でもそれ以下でもございません。ありがとうございました。ここから前に進みましょう。 様々な花を砂漠の下から咲かせましょう。